こんにちは、グランピー清水です。今日はちょっとマウンテンバイクの紹介ですね、ちょっと久しぶりにしたいと思います。ですね、僕がずっと最近サンタクルーズの E バイクのヘックラーを乗ってるんですけれども、すごく世界が変わったというか、走り方が、遊び方がだいぶ変わりました。で、E バイクもですね、サンタクルーズヘクラーだけじゃなくっていろいろあります。で、今回入荷したのはこのコナですね、なります。マウンテンバイクの、特にですね、ダウンヒル系下り系の、マウンテンバイクを得意とするメーカーなんですけれども、コナのリモート160というモデルが入荷してきました。で、こちらも販売済みなんですけども、こちらのオーナーさんがですね、実は最初はピストを見に来られまして、結構広島と地元を仕事でこう行き来することが多くてですね、広島のこう足として何か自転車が欲しいということでですね、最初これ友人からピストを借りてたんで、じゃあちょっとピストを買おうと思って来たらしいんですけども、お店にある池田くんのブラーとか僕のヘックラーとかその辺を試乗してしまいましてですね、マウンテンバイクがいいというふうになって、結局マウンテンバイクの中でも E バイクになってしまったという、なかなか面白いエピソードがあるんですけども、結局そのピストと E バイクの両極端の自転車をから選んだという感じですね。で、僕としてはこう E バイク仲間が増えたんですごく嬉しいんですけども、この方ですね、足としてと、あとはちょっと運動もしたいということで、自転車をちょっと探されてまして、で、結局 E バイクになっちゃったんですけど、山にも入ってみたいという思いが昔からあったようで、どうせなら楽しく遊べる E バイクということで、今回このコナのリモート160にしました。で、当初はやっぱヘクラとか乗られてるんで、すごくヘクラも考えられたんですけど、さすがに金額がべらぼうな金額なんで、初めてのこういうスポーツ自転車でいきなり100万ってなかなか、出せる人ってあんまりいないと思うんで、結局悩んだ結果ですね、このもうちょっとヘクラに比べてだいぶ手の出しやすいこのコナのリモート160になりました。で、ちなみにこれはですね、税込みで694,100円になります。で、これちょっとざっくりスペックを説明しておきます。で、これコナのリモート160というモデルで694,100円税込みです。で、これはサイズ S サイズになります。で、だいたい160センチ前後ですね、155センチから165センチぐらいまでの人が乗れるサイズですね。で、M サイズになると170センチ前後の方で、 L サイズが175センチ以上の方という感じになってます。で、これですね、まだ国内在庫ありますので、E バイクこれから乗ってみたいなという方にはすごくいいんじゃないかなと思います。で、このリモート160なんですけど、コナのプロセスっていうシリーズがあります。で、主に下りを楽しむ自転車なんですけど、富士見パノラマ行ったり、近所の山でもいいですし、この辺だと徳佐ヶ峰スキー場ですね、のああいうダウンヒルコースもちゃんと走れる自転車で、トレイル遊びもちゃんとできる自転車という感じにのプロセスというモデルがあるんですけども、それをベースにした、モデルです。で、そのプロセスに E バイクのユニットをつけたのがこのリモート160になります。で、ストロークは前後とも、160ミリストロークですね。で、選んでついてるサスペンションもどっちかというと下り向きのものがついてます。で、フロントはゼブっていう新しいロクショックスのモデルですね。で、160ミリ動いて、この太いインナーチューブも38ミリだったかな、太いモデルになってるんで、しっかり下りも楽しめる仕様です。で、リアユニットもリザーブタンクっていうなんかちっこい筒ですね、これがついてるんで、容量アップされてるんで、下りもしっかり楽しめる仕様になってます。で、設計自体もフレームの設計自体もどっちかというと下りにがっつり振ってる設計になってます。で、ですね、なのでスペック先に言いましょうね。スペックとしては、あとはですね、ホイールサイズが 27.5 プラスになります。で、27インチの 2.8 幅のタイヤが入ってます。前後ともそうですね。で、
サスペンションは29インチモデルなので、これを将来的に29インチのホイールを入れてあげるとすぐさまマレット仕様にできるので、これはこれですごくいいかなと思います。であとはですね、ドライブユニット、まあ、ここはどうしようもないので、なかなか交換はできないんですけど、シマノの E7000 シリーズのものが入ってます。でクランクもシマノで、ドライブトレインですね、ユニットというかディレイラー、ちょっとなんか白くなってますね、ディレイラーはスラムの NX の12速仕様になってます。でブレーキはスラムのガイド RE というモデルですね、4ポットの、がっつり下れるモデルになってます。はいですね。で、どんな人にこれおすすめなのかっていう話なんですけども、前も何度かヘクラのところでお話してますけど、体力がない人とか登りが嫌いな人、しんどいのが嫌いな人が、それでもマウンテンバイク楽しみたいっていう人にはすごくいいんじゃないかなと思います。であとですね、ロードバイクとか乗られててちょっと、マウンテンバイクのスキルをつけたいという方ですね、で効率よくスキルアップしたい方にはすごくいいです。反復練習できます。自分で体力使わずに漕いで登って下りだけがっつり攻めて練習できるということができますので、こう反復練習したい人っていうのにもすごくいいと思います。でそもそもが下り向けに作ってあるんで、もちろんダウンヒルコース行っても楽しめます。で設計自体がダウンヒルなんですけど、アシストついてるんで登りも全然しんどくないので、近所の山遊びというのもすごくいいんじゃないかなと思います。であとですね、運動したいという方でアシスト付きを悩まれる方いるんですけど、その運動にならないんじゃないかっていう話で、で実はですね、アシストついてると余計に運動します。全く同じコースを走ることを考えると、それアシストない方が運動の強度は高いんですけど、いくらアシストはついてるとはいえ足回さないと進まないのでちゃんと運動できます。でそのしんどくてもう嫌だみたいな三日坊主っていうのがなくなると思います。楽しくなってくるので、よりもっと乗るようになってくると思います。なので運動したいなという方でも体力に自信のない方っていうのはすごくこうアシスト者が、いいんじゃないかなと思ってます。はいですね。であとカスタムするならですね、とりあえずはこのまま乗ってもらってもいいと思うんですけど、このハンドル周りですね、これ純正で十分いけるんですけど、この辺を乗りながら変えていくと、いいんじゃないかなと思います。グリップも純正全然これ細めで僕結構好きなんですけど、これでもいいですし、好きな色にカスタムしてあげたりというのもいいんじゃないかなと思います。であとはですね、サスペン、さっきもちらっと言いましたけど、ホイール、フロントホイールを29インチを組んであげるとマレット仕様になるので、いいんじゃないかなと思います。サスペンション29インチ対応なので、そのままマレット仕様にできます。であとですね、まずこれもちょいちょい乗っていただいて必要を感じたらでいいとは思うんですけど、タイヤインサートっていうのがあります。タイヤのこの中、チューブレスなんですけど、中に入れてそのリムを保護したりパンクしにくくしたりっていうものがあります。で E バイクって車重自体が重いので、そのリム打ちのリスクっていうのはすごく高くなります。なのでこう車重が重い分空気圧高めにしたいんですけど、そうするとグリップが落ちちゃうので、そこもしっかり空気圧落とせるようにっていう意味で、そのタイヤインサートしてあげるとしっかり空気圧落としてグリップも確保できるってなるので、その特にこう車重の重い E バイクはタイヤインサート入れてあげるとすごく楽しくなるんじゃないかなと思います。はい、で今重量の話が出たんですけど、さっき実測してみました。これで S サイズでペダルなしで24キロ前後でした。意外と思ってたよりも軽かったです。もう26キロぐらいあるのかなと思ったんですけど、24キロぐらいでした。割とちょっとびっくり、いい意味でびっくりしました。はい、そんな感じですね。でこれはまだ国内在庫、あります。で、S サイズと L サイズはまだ十分にあるんですけども、 M サイズについては残りわずかとなってますので、検討している方いればお早めに決めた方がいいかもしれません。はい。
であとは、あの48回の、無料金、金利無料ですね、グランピーが、金利無料する、金利を負担するグランピーローンというのもありますので、そちらもご利用いただけます。はい、ですね。では今回はこのコナの新しい e バイクの紹介でした。ありがとうございます。